どうもです。親父です。今日の晩ご飯はこちらです。チョイン、出前一丁。そしてこちら、チョイン、日本味の素の生姜餃子。通常の餃子じゃなくて生姜餃子、こちらを焼いてきたのでいただきたいと思います。はい、今日は帰りスーパーに寄らなかったんで、わりかしあっさりメニューで、もう米もの炊きたてをのっけてあります。それではいただきます。出前一丁がね、美味しいよね。このラー油、さあちょっとラー油の方もこう混ぜてね、いただきますよ。いただきます。麺が長いね。じゃあ生姜餃子いってみますね。生姜、やっぱりお醤油はいるね。お醤油とね、言いましたけど、これいいんじゃない？青じそ。青じそのね、和の感じと生姜の和の感じがコラボレーションして美味しい気がします。今日はね、ちょっと食事中喋って申し訳ないですけど、今日は友達とね、茨城県の方にハードオフ巡り行ってきたんですね。お宝は一つだけゲットしました。後日紹介したいと思います。旅自体はとても楽しかったです。うまっ。なんだこれ。生姜がさっぱりなんですけど、青じそがさらにさっぱりにします。さっぱりのダブル効果、素晴らしい。これうまっ。どうする、これ。餃子はやっぱりご飯が合うわ。そしてもちろんこれも、麺のスープにもご飯。麺も固めに茹でてます。美味しいね。本当は卵とか入れたいんだけどね。うますぎ。これうまいわ。青じそドレッシングの生姜餃子。で、ジューシーなのよ。
うまいな。これ美味しい、ほんと美味しい。結構たっぷりめにいっちゃってもいいかな。やっぱりもう一個貯めと。ってことでね、青じそドレッシングすごい美味しかったんですけど、やっぱりちょっと試したい。牡蠣醤油、これも合うと思うのよね。さあいただきます。うん、牡蠣の旨味が乗ってね、さっきと比べるとこってりとまではいかないんですけど、旨味が凝縮された感じ。牡蠣の風味もね入って、若干海鮮感を感じることもできますね。でやっぱ醤油なんでちょっと味も濃いんでね、がっつり感増しますね、こっちの方が。うん、出前一丁久しぶりに食べるとうまいな。で続きましてはね、一味、これをちょっと餃子の方に振りかけまして、これはね、そこまで化けないと思うんだけど、うん、これは別にいいかな、まずいわけじゃなくてピリ辛が増すぐらいだから、辛いの好きな人はいいかも。うん、はい、ってことで今日はね、こちら
久しぶりにね、出前一丁復刻バージョンとね、新出商品になるのかな、味の素さんのね、餃子の生姜餃子、こちらをいただきました。でね、生姜の風味がしてすごい美味しいんですけど、それをね、ただラー油のお醤油で食べるんではなくて、こちらのね、牡蠣醤油だとか、特にね、青じそドレッシング、これがね、さっぱりがね、何重にも倍増してね、で、青じその風味と生姜の風味、これもね、バッチリンコにあって、とても美味しかったです。というわけでね、ごちそうさまでした。ご視聴の方、ありがとうございました。おやじの食卓へね、足を運んでいただいて、ありがとうございました。今日現在ね、今日は10月の13日かな、日曜日なんですけども、登録者様1000人、一応達成ですね。まあ、増減がありますので、ひょっとしたらこれを上げる頃には減ってるかもしれないんですけど、今回ね、初めて達成したってことでね、皆様には本当に感謝しております。特にね、高評価を押してくれる方はもちろん、コメントいただける方ね、こちら、大変嬉しく思っております。いつもありがとうございます。それではね、また。ごきげんよう。